さあ、ということで、選択肢の場面ですね。僕はどう答えるべきなんだ。断る理由まで行くことにした。二房心の部屋に一人で行くのはどう断った。ということで、仮地がね、行く方が仮地使う選択肢なんですよね。まあ、ぶっちゃけね、行ってもいいんじゃないのかなと思ってはいるんですが、行きましょうか。断る理由もないと行くことにしたね。あと3か、仮地？ 3 だったよね、今。いや、そんなことは。どうせコンビニで弁当でも買って帰るだけだし。じゃあ、いいかな。うん。こちらこそ迷惑でないなら。私から誘ったんだもん。迷惑なわけないわ。お仕事があるの何時頃かしら。それに合わせて準備しよっかな。ね。思わず受話器を切り落とそうなって辺りに視線を走らせる。幸いにも小暮さんはまだ流しで井戸水を洗ってるようだ。のんきな鼻歌が聞こえてる。 鼻歌聞こえてんだ。どうかした？いや、なんでもないんだ。そうだな。7時頃には出られるから。わかった。それじゃあ腕を振るって準備しとくわ。楽しみにしとくよ。それじゃあまた後で。うん。電話切れた。自分でも気づかないうちに緊張してたんだろうか。受話器を離したではべったりと汗が滲んでる。先輩、電話もう終わられたんでありますか？ね、あ、はい。そうでありますか。何かを察してるのかいないのか、小暮さんはそのままデスクに戻ると、巨体をかがめて真剣な顔でキーボードをパチパチと叩き始める。僕もそれに倣って広げたままのデータに目を通し始めたけれど、頭の中はさっきの会話でいっぱいだった。なぜ彼女が僕を夕飯に呼んだのか。彼女は夫の死に何を思い、どんな傷跡を変えてるのか。それは僕には想像もつかないこと。だが少なくとも一つ、あの部屋にまつわる忌まわしい噂については彼女からも聞くことができるだろう。その鍵で開かれる扉は果たして良いものなのか、忌むべきものなのかわからないけれど。よく考えれば仕事以外で女性の家を訪ねるなんて初めての経験だ。警視庁を後にして電車に乗り込もうとして、僕は、はたと気づいた。事情聴取や聞き込みで尋ねるなら、警察手帳を持っていけば十分だが、仮にもプライベートで訪問するなら、手土産の粗相も持っていった方がいいんだろうか。何しろ初めてのことなんで、参照すべき前例も知識もない。それでも手ぶらはまずいだろうなと考えて、偶然通りかかったケーキ屋でケーキを買い込んで、部下は駅へ通りだった。まるでお父さんでもなった気分だ。着込んだスーツに、無骨なカバン。反対の手には可愛らしいケーキの包み。夕暮れの駅前からは電車が着くたびに、スーツ姿の男たちが足早に街へと消えていく。散歩途中の犬を連れた女の子が若い父親に駆け寄って腰に抱きつく。10年も経たないうちに僕も合わせた光景の一つになるんだろうか。ちっとも現実感がない。大体一人では家庭を作るなんて無理なんだ。そこには必ず伴侶がいて。で、僕は一体どんな人と家庭を築くんだろう。そんなしょうもないことを考えてるうちに、いつの間にか池野さんのアパートの前まで来ていた。改めて心臓がバクバクと騒ぎ出す。が、まさかここで帰るわけにもいかんだろう。キーキーと不気味な音を立てる廊下を抜け、部下は遠慮がちに202号室のドアをノックした。カサミ君？やっぱりカサミ君だった。伊野さん、それはちょっと不用心なんじゃ。こんな薄っぺらいドアだもん。用心したってその気になられたら一切りで破れちゃうよ。それはそうなんだけど、そんなところで立ってないで中に入ったら？あ、そうだね。お邪魔します。狭いところですけど、どうぞ。笑い含みにそう言って伊野さんは室内に戻る。気のせいだろうか。前に会った時よりもいくらか明るさが戻っているような気がする。防腐の納骨を終えて気持ちに一区切りがついたのか、それともそう見えるように振る舞ってるんだろうか。ほら、座って座って。な、スーツ、窮屈だよね。そこにハンガーがあるから適当にかけちゃって。うん。エプロンかけてせわしなく動き回る木野さんに、気をされながら、僕はジャケットを脱ぐとハンガーにかけてカモイにかける。
しかし、ご主人が首を吊ったのが鴨居だったことを思い出し、慌ててカーテンレールにかけ直した。僕の挙動に日野さんは気づかなかったようだ。真後ろの台所からはお味噌汁の香りと、器用に片腕でネギを刻む包丁の音が響く。久しく遠ざかっていた家庭の夕飯の光景だ。どうしたの？ぼんやりしちゃって。いや、あ、そうだ。これ口にはかからないけど、ケーキ、気をつかしちゃったわね。じゃあこれは後でデザート食べようね。座布団の上にぼんやり座ってるだけで、目の前に魔法のように次々と湯気の上がるお皿が並んでいく。すごいね。コロッケにマカロニサラダ、肉じゃがに漬物にアジの南蛮漬け。これ全部木野さんが？うん。でもかずみくん、どんなものが好きなのか分からなくて、得意なものを手当たり次第作ったらまとまらなくなっちゃって。ようやくエプロンを外し、僕の向かいに座った木野さんはご飯をよそいながら照れくそうに笑った。どんなものが好きも何も、毎日コンビニ弁当だから手作りってだけで十分ごそうだよ。かずみくんもすっかり口がうまくなっちゃって。そんなんじゃ冗談だってば。さあ、待たせ、いただきましょう。うん、それじゃいただきます。いただきます。食事の間はお互い当たり障りない会話に終始した。と言っても彼女はもっぱら規約で、高校を出てからの僕のことをあれこれと聞きたがる。僕は壊れるまま昔話を話し続けた。大学の入学式、広大な校内で迷子になったこと、運転免許を取るためにやったバイトの失敗談、国家公務員の受験勉強、緊張すぎて眠れなかった受験前夜のこと、食卓に並んだ皿が空っぽになる頃には豊かとは言い難い僕の半生をほぼ喋り尽くしていた。ごちそうさまでした。おそ松様、お家にあったらいいんだけど。お世辞抜きで美味しかったよ。こんなご飯を毎日食べられてご主人は幸せ者だね。ついにそう言ってしまいそうになり、慌てて口をすぐんだ。幸い彼女はお茶を入れて戻るところだったから何も気づかなかったようだ。さすがに開運種もなくなり、向かい合って黙ったままお茶をする。できるもんならこのまま帰ってしまいたいところだが、やはりそうもいかないだろう。微妙な気まずさを感じ、湯飲みの中で揺れるお茶に栓を落とす。ここは思い切って彼女に尋ねてみるべきか。さあ、洗濯してきましたね。新しい生活には慣れた？僕を襲ったのは何か用事でも。まあ、切り出していく方が仮地なんだね。もうちょい引っ張った方がいいんじゃないかな。なんていうか、まだなんか急な感じあるよね、ちょっと。まあ、言ってもいいような気がするけど、こっちの方が無難な気がするな。新しい生活には慣れた。生活はどう？何か困ったこととかない？うん、一人暮らしの経験があるからそれほど困ることもないかな。きっと電球の交換とかには苦労すると思うんだけど。そう言って木野さんは弱々しく笑う。実家に帰ってたんだよね。うん、主人の実家が群馬でね。お骨も納めてこれで本当に一人きり。泣いてる？そう思って顔を上げたが、木野さんは妙にさっぱりした顔だった。何もかも洗い流してしまった顔。それは満たされてるようにも逆に空虚な感じもする不思議な表情だった。会話が変に途切れたんで、僕は慌てて言葉を探した。そういえば傘大丈夫だった？留守だったから玄関先に置いて帰っちゃって。あんなの誰も取らないから大丈夫。かずみくんが来てくれたんなら留守にするんじゃなかった？え？せっかく会えるチャンスだったのにね。思いもよらぬ言葉にドギマギしてると、池田さんは僕の顔を覗き込み、とろめをかすかのようにそんなことを言う。それじゃあまるで僕に会いたかったみたいじゃないか。シーンを尋ねようと口を開きかけ、しかし絶妙のタイミングで木野さん自身にはまれてしまう。お隣さんに会ったことある？今村さんのことかな。なんあるけど。お隣さんおしゃべりでしょ。ああ、うん、そうだね。なんかいろいろ話だよ。この部屋は呪われてるとか。それは。いいのいいの。私も引っ越してきた直後に貸されたもの。その部屋やばいんすよ。呪われてるって噂だからって。失礼しちゃうわよね。こっちは越してきたばっかりだっていうのに。どうやら彼女はその噂を全く信じていないようだ。大の大人としては妥当な態度だとも言える。そんな話を聞かされて住むのが嫌になったりしなかった？ほら、そういう噂のある物件ってその人死にがあったりするもんだし。
そりゃ殺人事件があった部屋だったら嫌だけど、不動産屋さんも屋さんもそんなこと言ってなかったもの。そうなんだ。管理する物件で死者や重大な事故があった場合、大家や不動産屋はそれを次の住人に告知する義務がある。駅之さんがその話を課されていないなら、この部屋で不審な死を遂げた住人はいなかったということだ。だからそれならそれで、なぜこの部屋が呪われているなどという噂が立ったのかわからない。そうなってくるよね。悪質な嫌がらせという可能性ももちろんあるが、まだどちらとも断定はできないだろう。そうだ、風見くんならわかるかしら。何？ちょっと待てて。駅之さんが古めかしい棚の引き出しを乗り込む。使い込まれて飴色になった家具は、古いながらに彼女のセンスを感じするもんだ。そういう夢で見てみれば、この部屋全体がそうだ。どれも古く使い込まれてるけど、決していい加減に選ばれたわけではない。家具の数々。それを選んだ彼女の横顔が見えるような錯覚を覚える。大型の荷物は借金の形に持っていかれたと言っていたが、こういった古い家具は彼女が努力して盛り上げたんだろう。こだわる分にはこだわるという、ちょっと芸術家派だな。彼女の一面を垣間見た気がした。あ、あった。これなんだけど。振り向いた彼女の手には、はがきや封筒の束があった。手紙？全部宛名が違うね。前の住人だと思うんだけど、大家さんも転居先知らないみたいで。こういうのどうしたらいいのかしら？宛名の住人が転居した胸を書き添えて、ポストに投函すれば郵便局で叱るべき対応をしてくるだろう。が、これはもしかして突破口になるかもしれない。これ、預かってもいいかな。僕の方で調べられるかもしれないから。本当？じゃあお願いするわ。大事なもでも入っていたらどうしようって気にかけたの。責任を持って預かるよ。封筒をカバンにしまい込み、すでに腕時計も覗き込むと、いつの間にかかなり遅い時間になってる。さすがにこれ以上の長居はまずいだろう。それじゃあ僕は、もう帰っちゃうの？あんまり長居しても悪いし。そうね、かずみくん。明日も仕事だもんね。僕は別に、思わずそう口走りそうになる。さっきまであんなにも明るかった池野さんの顔はもう暗く曇ってる。今の今までずっと演技をしてたのか、それとも一人になるという事実に気づいて心細くなったのか。どちらにしても今の僕にはこれ以上何もしてあげることはできない。鋭い胸の痛みを押し殺し、僕は自分でもわかるほどぎこちない愛想笑いを浮かべて立ち上がる。何かあったら知らせてくれれば必ず来るから。本当？頼りなく見えるだろうけど、僕も一応警察官だからね。そこらの男には負けないと思うよ。うん、ありがとう。靴を履いて玄関でもう一度振り返ったとき、彼女は何か言いたげだった。けれど、それは言えないことで、聞けないことだと分かっていたから、僕らはまるで何もなかったような素振りで、ぎこちなくさよならを交わした。そう、調べるっていう感じだよね。テーブルの上には、池野さんから預かってきた郵便物が並べられてる。たったそれだけなのに、部屋の中の空気が違うような気がするのは単なる思い込みだろうか。自分の家へまっすぐ帰ってきたのはいいけど、郵便物が気になっておちおち眠ることもできない。何がこんなにも僕を駆り立っているんだろう。確かに編纂室は暇な部署で、1年を通してみても忙しくしている期間の方が短い。それは編纂室という部署の特殊さを考えればいいことなのかもしれないが、勤務している方には苦痛である。僕はその苦痛から終わりの見えない退屈さから逃れようとして、池野さんの事件に没頭しているんだろうか。夫を亡くした初恋の人を伝えたいから、それとも警察官としての存在意義を確認したいから、どちらなんだろう。自分のことだというのに、それは濃い霧に覆われたように曖昧ではっきりとしない。いや、案外誰でも自分のことなどはっきり分かりやしないんだろう。それなら今の僕にできることは一つだけだ。確かめられる事実を確かめるだけ。それが最後にどんな答えを導き出すのかは分からないけど、動いていれば前には進まずだ。の方を叩いた音なんだな、今。ちょっとびっくりした。自分の方を叩いて気合を入れ直す。割と強かったな、今。割と強めだったよな。どれだけぼんやりしてたのか、カーテンの隙間からは白々とした朝日が差し込んでる。ずっと同じ姿勢だったせいで、膝がギシギシきしんだ音を立てるが、それには構わずバスルームの音を開ける。まずはシャワー浴びて、それから編纂室へ行こう。郵便物を手がかりに205室に住んでいた過去の住人たちを洗い出し、彼らの消息を確かめるんだ。そっから先のことはその時考えればいいんだから。
おはようございます。いつもの癖でそう言ってみたもの、この時間に誰かいらずもない。なんや、もう朝かいな。うっくりとソファーから起き上がったシルエットに思わず声が出てしまった。警部？何してるんですか、こんなところで。何言って、見ればわかるやろ。仮眠やん、仮眠。仮眠って、何もこんなところでなくても。見れば、インド警部の足元には、選手の一升瓶が転がってる。まさかとは思うが、変算室で酒盛りでもしていたわけじゃないだろうな。してそう。確かめるのが恐ろしかったんで、僕はそれを見なかったことにして自分の席へと向かう。そういう休みこそ、随分早いないか。まだ6時やで。早いね。だらしなくソファーに起き上がるなり、テレビをつけて、警部はお役。眠れなかったんですよ。なんや、悩み事でもあるんかな。青少年。僕もう24です。うちから見たら、まだ血の青いひよっこや。ひよっこのケツについてるのは空なんではというツッコミをしてるとキリがないんで、適当に聞き流してパソコンを立ち上げる。データベースにアクセスし、雪乃さんから預かった郵便物の宛名で検索をかけた。まあ、若いもんは妙子にして働かなあかん。うちも昔はそうやった。警部に若い頃なんてあったんだろうか。さらっと言うな。いやいや、さすがにそれぐらいあるだろうが、真面目に働いてる警部の姿は逆立ちしても想像できそうにない。なんや、妙な顔してまじまじと。うちの顔、そんなに綺麗か？よだれついてますよ。お、ほんまや。まったく。そうこうしてるうちに、勤勉なデータベースには、僕の求めてる情報を画面上に表示する。何か見つかったのかな？これは。続いて、他の3通の宛名も検索していく。中上リスコ 2000X 年2月4日失踪宣告。小野畑明 2000X 年11月18日死亡。小野畑明 2000X 年11月18日死亡。画面並んだ死亡の文字に僕は息を呑んだ。202号室にかつて住んでいた住人がことごとく死亡してる。住居は人の生活と切り離せないもんだ。そうである以上、もちろん、一心とも密接な関わりを持ってる。だがこれは、いくら何でも新すぎだ。まるで、そう、あの部屋が呪われているかのように。さらに警視庁のデータベースにアクセスする。ほどなく現れたテキストは、不穏な想像を膨らませるには十分な結果であった。変死って書いてあるね。202号ですか？胃袋からは新聞紙って書いてありましたね。で、胃薬があったみたいなくだりあったよね。城崎豊は餓死。中上は失踪期間が7年を経過しているため、民法第30条第1項により普通失踪として認定。これは法律上の死を意味する。そして、小野畑夫妻はガスによる無理心中。これではあんな噂が立つの無理はない。やはりあの部屋には何かある。その何かがどんなものなのかわからないが、確かめないわけにはいかない。まだ6時過ぎか。大江の家を訪れるにはまだ時間も早すぎる。かさみー。かさみー。そんな怖い顔すると女の子に言えるで。何言ってるんですか、警部。冗談や冗談。ずるい、かさみ。警部の声が珍しく真剣なもんなる。はい。腹減らんか？いやー、よく考えたら昨日の昼からなーも食ってないんや。空腹は思考を鈍らせる注射だ。牛がおごったるさかい、コンビニで弁当でも買うてきてるんか？真面目になった僕は間違っていた。とはいえ、僕の腹の虫もグーグーと空腹を訴えてるのは事実だったんで、差し出された千円札をうやうやしく受け取ると、僕はコンビニへと向かうことにした。な、うちは唐揚げ弁当大盛りやで。わかりました。結構ガッツリですね。やられた。唐揚げ大盛りは870円。
やばい。130円しかない。残り130円で僕の朝飯を賄いということか。なんか、なんていうか、パンかおにぎりみたいな。多分そんな感じですね。警部のおごりのおにぎりと買い置きのカップ麺という実に独身男性らしい朝食を済ませ、僕は再びアパートの大家の家へと向かっていた。隣にはいつも通りの時間に徒長を過ぎた小暮さんも一緒だ。どうやら警部と二人っきりにされるのは嫌だったらしく、自ら運転手を買って出てくれた。もっとも僕は自家用車は持っていないから、願ったり叶ったりの申し出ではあるんだが、先輩、他に誰もいないというのに小暮さんは声を進めていった。事件についてあちこちから聞き出してきてあります。お、それって春日さんの事件のことですか？そうであります。すごいぞ小暮さん、こんなことなら僕が朝食をおごってあげてもよかったのに。それで先輩、何かの報告すればいいでありますか？そうですね。さあ、ということで、選択肢だね。これどうなんだろう。全部話してくれるのかな？春日健一の夫妻と保険金について、雪乃の夫婦仲について、解剖結果について。まあ、負債と保険金について、春日圭一の負債と保険金について教えてもらえませんか？おっす。正確な金額ではありませんが、負債はおそらく5000万円程度ではないかということであります。ほとんど返済はできておらず、利子がかさむ一方だったそうであります。多額の負債を抱えたまま、春日圭一さんは職に就いていなかった。雪乃さんがパートで稼ぐ収入も多が知れてる。おそらく日々の生活費でいっぱいいっぱいだろう。彼女が爪に火を灯すような生活を強いられてきたんだなと思うと、僕の胸が痛んだ。一方、保険金の方でありますが、ほとんどの保険は解約されていたであります。少しでも借金の返済に当てるためと、月々の加減が惜しいということもありますでしょう。ただ、と、そこで小暮さんは一呼吸を置いた。一社だけ解約していないのがありました。その6000万円は降りるんだろうとのことでした。受取人は妻の春日幸乃さんであります。6000万の保険金。遺書にも保険金目的の雑だとあった。6000万あれば残りの借金も全て清算し、新しい生活を始めることができるだろう。だが、一方でこれは雪乃さんにも夫すがいの立派な動機があるということでもある。果たしてその事件は愛する妻を窮地から救うための雑なのか、それとも保険金目当ての殺人なのか。僕はまた迷路にはまり込んでしまったようだ。次は何を報告すればいいですか？そうですね。お、全部選べそうだね。では、春日健一と雪乃の夫婦仲についていきましょう。じゃあ、春日健一と雪乃の夫婦仲について教えてください。了解であります。二人を知る人物に話を伺ってきました。小暮さんの話はこうだ。仲は悪くなかったかもしれないが、円満というふうにも見えなかった。亡くなった春日さんは客には愛想のいい人だったが、お金には細かい人物だった。とにかくワンマンな人で、奥さんいつもその陰に隠れてるように見えた。奥さんが怪我をされてからは、画廊の経営も逼迫していたせいか、ひどく邪険にされてるようだった。気まずくなるような喧嘩を人前で繰り広げるようなこともあった。雪乃さんが懐かしげに語る夫婦の姿とは随分違う。それから雪乃さんは時折青あざを作っていたそうであります。本人は転んだと言っていたそうでありますが、青あざですか？さーっと僕の顔から血の気が引いた。悪いことばかり想像してしまう。ただ、これが春日さんによる DV なのかどうか確認できていないであります。最後に小暮さんが思い出したように付け加える。あ、それからこれは最近のことでありますが、夏の数日前、近くを散歩する2人の姿が近所の人に目撃されております。その時、たまたま車に轢かれそうになった子供を木野さんが飛び出して助けたそうであります。幸い怪我人はおらず、事故にはならなかったんですが、春日さんは怒ったような様子で何も言わず、妻を残して立ち去っていったそうであります。目の前で妻が轢かれそうになってるのに、随分薄情でありますな。小暮さんはそこまで報告しておると鼻息悪くし、怒りをあらわにする。かくいう僕も春日健一人物に嫌悪感を恐らせていた。初恋の性の夫となった彼に嫉妬してるつもりはない。しかし、初恋の性の夫だからこそ、僕は今黒く燃え上がるような怒りを覚えてるのも事実だ。
僕は一呼吸を置いて冷静さを取り戻すように努める。刑事はいついかなる時も塩を挟んで捜査するようなことがあってはならないんだ。次は何を報告すればいいですか。さあ、ということで全部いけそうだね。やっぱでは解剖結果についていきましょう。春日健一の解剖結果はどうでした。オス、結論から先に言いますと不審な点はなしでありました。ないんだ。胃からは蕎麦とアルコール、それに胃薬の成分が見つかってるであります。胃薬ね。その消化具合から蕎麦を食べた1時間以内に死亡したと推定されるであります。蕎麦を食べた1時間以内ですか。ほとんど空になった酒瓶が見つかってる。春日さんが飲んだお酒とはこれだろう。だが蕎麦、おそらく昼食のその蕎麦はどうしたもんなんだろう。雪乃さんが作ったのではないことは明らかだ。確かアレルギー出てましたよね、雪乃さんは。雪乃さんは家に戻ることなく買い物行ってるし、第一極度の蕎麦アレルギーだ。いくら夫のためとはいえ、雪乃さんには蕎麦は作るんだろう。僕はその疑念を口にすると即答が返ってきた。出前ではないでしょうか。そうか、出前か、出前か。そういえば現場のシーンに使用済みの割り箸の袋が映っていましたっけね。出前なら器も回収されたと考えられるであります。そうですね、確かにね。僕は小暮さんにその店がどこか調べてほしいと頼んだ。急に終わってくれればそれでいい。だが妙な引っかかりを感じにはいられなかった。なぜあえてそばなんだ。小暮さんと話していると、いつの間にか目的地に着いていた。僕たちは車を降り、玄関のチャイムを鳴らした。はい。たびたび恐れ入ります。警視庁のカズミですが、お伺いしたいことが。春日さんのことなら、顔を見ずともわかるほど迷惑そうな声が遮る。いえ、今日はその前の住人の方についてお話を聞かせていただきたいんです。ドアを開けて大家の小関さんが顔を出した。どのようなご意見でしょう。すいません、お忙しい時間に。実は春日さんがお住まいになっている202号室なんですが、以前にも何人かの方がお住まいになっていますね。そりゃまあ、うちも家賃収入がないと苦しいですから、できるだけ空室にはならないようにしますし。失礼ですが、その住人の方について調べさせていただきました。僕が確かめただけでも、あの部屋で亡くなった方は3名、そしてもう1名は、いまだ失踪人として行方がわからない。奥さん、我々は奥さんを疑ってるわけではないんであります。しかし、ここでだんまりを決め込まれてしまうと、いらぬ疑いをかけなくてはいけなくなりますが。小暮さんの言葉で過去を決めたのか、大家は長い長いため息をついた。確かに、あの部屋に入居した人はおかしな死に方をしたり、失踪したりすることが多いんです。やはり。その割にはすぐに部屋が埋まるようですね。あのアパートは建物も古いですから、家賃も安くしてありますね。それでも、これだけ不可解な事件が続けば、事情を知って嫌がる人も多いんだよ。はい。ですから、事件のことを知られないように、隠匿したんでありますか？いいえ。怯えたように、大家は首を振り、一瞬躊躇を見せた。だがもう隠し通すことはできないと分かったんだろう。ですから、その、ヤスや事件があった後は、外国の方に。なるほど、そういうことですか。あの、先輩、自分にはよくわからないんですが、簡単なことですよ。大家と不動産屋は入居希望者に対してその物件の来歴を知らしめる義務があります。ですが、それは前の入居者のことだけを申告すればいいんです。そうか、まあその、海外の方というか、が挟まれることによって、一応義務からは、逃れられるというか、なんというか、そういう感じにはなるのか。まだ納得しかねるという顔で曖昧にうなずく小暮さんのために僕は続けた。そうですね。例えば僕が今借りてるマンションで殺したとします。例え話わかっていてもあまり気分のいい話ではありませんな。まあまあ、例え話ですから。で、僕が自殺した直後に小暮さんがその部屋を借りようとすれば、大家と不動産屋は僕の自殺を小暮さんに教えなければいけません。ですが、僕の死んだ後1ヶ月でも他の住人が入れば、その部屋の履歴は更新され、次に小暮さんが入居する際の告知義務はなくなるわけです。つまり、賃貸物件で告知の義務があるのは、その前の一人に関してだけなんだ。雑誌や殺人事件のあった部屋に、突き込んで住みたがる人はそうそういないから、大家は不動産屋は時にこうした小細工で、部屋の
履歴を更新してしまうことがある。この辺りは出稼ぎに来てる外国の人も多い。そういう人たちにとっては、事件があろうとなんだろうと少しでも安い家賃がありがたがられる。そして出稼ぎの人たちは長期間住むこともないから、履歴が更新され速やかに次の入居者を募集することができる。そういうことでありますか？その通りです。そうですよね、小関さん。はい。決して褒められた行いではないが、さすが事件は応援してみても、降って湧いた災難だ。一刻も早くその事実を葬り去って、新しい入居者を入れたいと考えることは不ではない。ただ私たちもあの部屋おかしいと薄々。検査には現れてしまうかもしれませんが、お払いをしていただいたんですけど、効果はなかったということが。もっともお払いなどは心理的な負担を軽減するための儀式といった向きもあるから、実際何かが劇的に変わるということは期待できないだろう。これまでの入居者とその中で、あの部屋で不可解な死を遂げた人や失踪した人の名前いただけますか？わかりました。何分古い建物ですんで。遡るには限界があると思いますが、不動産屋さんに確認しています。お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。ちなみに奥さん、その出稼ぎの外国の方たちは無事に出られたんでありますか？そうですね。あの部屋で亡くなった方はいませんが、出稼ぎの方は長くても1ヶ月ほどで別の場所に越されてしまってから私にも行く。短期滞在の外国人であると、その身上と行方を追うことは難しい。無事であってくれればいいがと祈るばかりだ。春日さんといい、篠崎さんといい、やはりあの部屋、いえ、あのアパートは呪われてるのかもしれません。その言葉に小暮さんがビクッと肩を揺らす。僕もまさか、ここでその言葉を聞くとは思わなかったから、一瞬言葉に詰まってしまった。何か心当たりでもあるんですか？心当たりと言いますか、あの建物の中ご覧になったんですよね。はい、一応室内も。見ての通り、かなり老朽化の進んだ建物ですから、5年ほど前に建て替えようという話が持ち上がったんです。確かにあれでは大型の台風でも、上陸された日には跡形もなく吹き飛ばされてしまいそうだ。せっかくだからこれを機にマンションに建て替えようと資金も用意し、業者さんにもお願いをしたんですが、おかしなことが続きまして。おかしなことでありますか？早くも古江さんが油汗をにじませながら、オウム返しに繰り返す。怖い話が似たのせいに、こうして聞いてしまうところが不可解というか、人間は矛盾した生き物だというが、フグレスさん特にその傾向が顕著なようだ。住人の待機も済んで、いざ取り壊そうとなったら、まず現場監督さんが原因不明の高熱で、代わりの方をお願いしたんですが、今度はその方が現場に来る途中で事故に。なんと、それに、まだ続くになりますか？ねえ、信じていただけるかわからないんですが、やばいな。クレーン車でアパートを取り壊そうとしたら、突然そのクレーン車が横倒しに。それはまた、壮絶ですね。幸い死者は出なかったんですが、クレーン車を運転していた方は足腰骨折されてしまって、建築業者さんというのは結構迷信深いところがあるようで、この現場縁起が悪いから降りさせてもらうと。まあ多分、そっちの業界でも広まってんだろうな、ここまで来るとね。不幸な偶然というものはあるもんですな。せわしなく額の汗を拭いながら、小暮さんは引きすった笑いを浮かべる。一生笑って吹き飛ばそうと努力してるらしい。偶然なのか、それとも別の何かなのか。ともかく、それ以来、私ども、何社か別の業者さんにもお願いしたんですが、同じような事故は続きました。とうとう引き受けてくださるところもなくなり、今に至るという時代です。聞いてみれば、なんとも立派な来歴を持つアパートのようだ。建物自体は小暮さんが切りでも入れれば、そのまま倒壊してしまいそうなオンボロぶりだが、呪われているという噂が立つには十分すぎるほどのバックグラウンドだ。では、あのアパートは建てられた時には現在も使われてるんですね。何分古い建物ですから、メンテナンスは定期的に入れてますが、基本的には戦後に建てられたままの姿です。戦後。それはまた随分と古いですね。スナムですか？ねえ。入居者が変わるときにはクリーニングをしますが、やはり大きく手を入れることは難しいですから。それはそうだろう。まあ限界はあるよね。やるにしても。雪乃さんの部屋を脳裏に焼きながら考えてると、ふとあることを思い出した。それは、さあ、ということで選択肢だね。動画のご視聴ありがとうございます。
ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。